テイクバックについて、説明していきたいと思います。このハーフェイバックの時にこの前傾角、前傾角度とこのフェイスのアングルは一緒になります。これはあの一流の選手皆さんチェック項目が必ず入ってます。3クォーター、このポジションですね。地面と平行のポジションになるのが一番正しいです。今回は、テイクバックについて、説明していきたいと思います。テイクバックをおろそかにしている人が結構いると思うんですけど、皆さんよくやりがちなテイクバックなんですけど、外に当てる、ここですね、外に当てる、あとはインサイド、これですね、インサイドに上がる、あとは極端にこうやって上げる人、ね、こういうパターンが大体多いと思うんですけど、まず、正しいテイクバック、まあ、正しい、まあ、人それぞれやっぱり個人差はあって、それは正しい方は言えないんですけども、まあ、基本の、上げ方としては、まず少しまっすぐ目に上がってきます。で、ハーフウェイバック、このハーフウェイバックの時にこの前傾角度、前傾角度とこのフェイスのアングルは一緒になります。ここをチェック入れます。で、ここの次に大事なのはこのハーフウェイバックの時にこのつま先のラインと、この今持っているクラブのラインが一緒になります。これがニュートラルな、テイクバックです。これはあの一流の選手皆さんにチェック項目には必ず入ってます。これができることによってボールの球筋が、ちゃんと打ち分けられることができます。で、これはここに上がることによってストレートで、だいたい、まあ、1センチか2センチぐらいなんですけど、クラブがこっちに上がることによってフェードになります。で、フェードっていうのはこのフェースの面が今度ちょっと開いてます。これが重要です。で、次にこれもだいたい 1,2 センチぐらい、今度インサイド入ってくるとフックボール、まあドローですね、ドローが打てます。で、この時にフェースマンドは、このストレートの時よりもフェースはさらに変わります。そうすることによって球筋を、コントロールすることができます。難しいとは思うんですけども、毎日このハーフウェイバックだけやってるとここに重なってきます。で、この正しい上げ方、こういう関節の使い方、まあ、めちゃくちゃ良くなります。まあ、地味な練習ですけども、これはすごく、大事です。ここのテイクバックをしっかり上げれるようにしてみてください。まずは、先にストレートとか、まっすぐですね。じゃあ、頑張って程度でいきましょうか。スライスですね。ちょっと外目に合わせそうですね。じゃあ正の感じ、じゃあ今度はこの感じですね。フックですね。こんな感じですね。はい、これが正しいテイクバックとなります。皆さんぜひやってみてください。はい、では今回は、3クォーター、このポジションですね。ここのポジションを、どこになったら
いいのか、ご説明したいと思います。3クォーターのポジションですけども、どこがいいかと言いますと、まず構えてテイクバックで3クォーターのポジションで、ここのポジションというのはどこが一番正しいかというと、この棒をちょっと置きます。これが地面と平行ですね。地面と平行のポジションになるのが一番正しいです。なぜかというと、シャフトのプレーン上、要はクラブというのはやっぱり来角通りに上がるものですから、クラブは横になります。これは皆さんよりやりがちなのはこうですね、こうなったりとか、あとはこうなりづらい。そうするとこの棒が落ちそうですよね。そうするとクラブっていうのはやっぱり遠心力がかかっているので、外へ外へ、あとは立てすると上へ、こうやっていう風に一旦バッファになってしまうので、皆さんも結構チェックして見てください。こうやって棒が、地面と平行になるポジションと、この手の方が、フェース面と同じ角度で、この右の手首は、45度になります。で、腕のここの角度が大体90度、グリップエンドはほとんど地面に向いているので、必ず90度になっていると思います。これを必ず皆さんチェックしてほしいです。そしてクラブも、あとこのフェースマングル、このフェースマングルもこうなっている人もいるので、こういう形と、特にここですね、こういう形、あとはこうなりすぎちゃう、そうするとフェースマングルのこのアングルが悪くなっちゃう。これを必ず一緒にしてほしいです。この手の甲と、このフェースマングル、これがチェックポイントです。で、さらにさっき言ったここもチェックポイント。これが正しい位置なので、これは必ず皆さんチェックするようにしてください。じゃあ一回ちょっと打ってみますね。うん、置いてもらうか、自分で、僕は自分で置いちゃうんですよね。クラブ右手に持ってこうやって乗せて、それから振る練習をやってます。皆さんぜひやってみてください。素晴らしいですね。パッチョ全般の性能半端ないですよ。新コンパです。もう喋りたくなっちゃってしょうがないんだよ今ずっと我慢してすごいなの位置、これができないとドライバーに絶対当たんないし、アイスも絶対当たんないです。
重要視して、チェックフォームを僕も入れているところです。で、どこかと言いますと、